鉄道車両は線路、またはそれに準じる軌道の上を走行する車両である。鉄道車両は線路、またはそれに準じる軌道の上を走行し、鉄道の列車を運行するために用いられる車両である。国によって鉄道に還元する法規は異なっているため、鉄道車両の厳密な定義は不可能である。また、法規による規定と一般的、技術的な概念とが異なる場合もある。 日本における例では本線上を列車として走行することのないモーターカーや貨車移動機といった作業用の車両などは放棄上の正式な鉄道車両に分類されていないことも多い。日本の放棄上は線路閉鎖の手続きをしてからでなければ本線を走行できない保線車両は鉄道車両と認められていない。本項目では一般に公開されて旅客や 貨物の輸送を行う鉄道で用いられている鉄道車両について説明する。鉄道車両は線路に沿ってのみ運行することができるという点が自動車など他の交通機関と異なっている点である。航空機や自動車などと異なり多くの車両を連結して同時に走らせて大量輸送をすることができる。これは線路の上を走ることから各車両での舵取りが 不要であるという特性から来ている。さらに他の交通機関と異なる大きな特徴として、蒸気機関車や単単式機動車の交代時や、プッシュプル方式以外の機関車経営列車の推進運転など一部の例外を除いて、双方向に同じように走ることができるという点が挙げられる。通常の航空機は飛行中に交代することができない。また多くの船や自動車では、 交代時の性能は前進時に比べて制限されており、基本的には向きを変えて常に前進で使用されることが前提である。これに対して鉄道車両はどちらの向きにも同様に走ることができ、最高速度を出すことができる。双方向に同様に性能を発揮しなければならないという条件は設計上の強い制約となっており、鉄道車両の前後対象に 近い形にも影響している。鉄道車両は、動力の有無、搭載するのが旅客か貨物か、動力の配置の仕方などで様々に分類される。まず大きく分けると旅客車、機関車、貨車の3つに分類することができる。日本標準商品分類でも車両は、機関車、旅客車、貨物車に分類される。また、これ以外に、事業用車を分類することもある。なお、 車種以外に用途や設備により分類することができるが、これについてはそれぞれ旅客車、機関車、貨車、事業用車を参照。旅客車は鉄道車両のうち主に乗客を乗せるための車両である。動力を有している車両と有していない車両がある。どちらの車両でも接客のための設備は概ね共通した構造を有している。動力集中方式に分類される旅客車として、 客車が動力分散方式に分類される旅客車として、電車と機動車が存在する。近年では、ハイブリッド車や EDC 方式の登場により、電車と機動車双方に分類される車両も増えている。郵便物を輸送する郵便車や乗客の手荷物を輸送する、鉄道で荷物輸送において、荷物を搭載するための荷物車も、一般に、旅客車として分類されている。 電車スイス国鉄ラブド500系電車電車は、動力分散方式の旅客車のうち、電力によって、モーターを回して走行する車両である。モーターによって走行する動力車と、自力では走行できずに、電動車に牽引・推進されることで走行する付随車が存在する。搭載している電池の電力によって走行する、方式も電車であるが、河川や、 第三機場など線路に設置された給電設備から電力の供給を受けて走行することが一般的である。一方、搭載している熱機関によって発電してその電力でモーターを駆動する方式は機動車に分類されていたが、ハイブリッド車両などの登場により、電車としても機動車としても分類されるようになっている。効率の良い発電所において電気エネルギーを発生させて、 それを外部から受け取って走行することのできる電車は走行エネルギーの元となる燃料や重く効率の低い原動機を搭載しなければならないその他の公式の車両に比べて重量あたりの性能が高く効率が良い。一方で線路に沿って電力を送るための変電所や河川、送電線を整備しなければならず、これに費用がかかる。こうしたことから 輸送量が多く列車本数が多い線において、電気運転方式が有利となる。また、電車列車は、動力のある車輪の割合が高いため加速度を大きく、でき、機関車のように、特に重量の集中する車両がないことから線路への負担が軽く、折り返しや列車の分割、併合の利便性が高いなどの利点がある。一方で、各車両に動力があることから、 騒音や振動など乗り心地面で不利で動力装置の数が増えることから費用的にも不利といった欠点がある。もともと電車は乗り心地の難点から長距離運転には向かないとされて、北が技術革新の結果長距離列車においても用いられるようになってきている。都市交通では世界的に電車の普及が著しく、特に路面電車や地下鉄で用いられる車両は、 ほとんどが電車である。一方、長距離でも広く電車が普及しているのが、日本の鉄道の特徴であるとされている。また、モノレール、案内機場式鉄道、トロリーバス、作動、工作鉄道、磁気浮上式鉄道なども多くは、電車の範疇に含まれる。日本語では、列車のことすべてを、電車と呼ぶことがある。機動車イギリス鉄道221系機動車。 機動車とは、旅客車、他社、事業用車に、熱機関を搭載してその動力により走行する、車両である。外燃機関である、蒸気機関を動力とする車両は、蒸気動車と呼ばれ、それ以外の内燃機関で走行する機動車を区別するときは、内燃動車と称する。内燃動車において用いられる機関としては、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、ガスタービンエンジンなどがある。 現代では、一般的には、大出力を容易に得られ燃費の良いディーゼルエンジンが、起動車の原動機として用いられている。ディーゼルエンジンを用いた起動車のことをしばしば、ディーゼル動車あるいは、ディーゼルカーと呼ぶ。内燃機関を動力とする場合は通常、エンジンで直接車輪を駆動することはできず、何らかの方法で変速する必要がある。機械的な変速機を使う場合を機械式、 トルクコンバータを使う場合を液体式、一旦発電して電力デモーターを駆動する場合を電気式という。ただしガスタービン動車の場合、低速でも十分なトルクがあることから変速機を介しない場合がある。起動車においても動力車と付随車が存在する。高出力の機関を少数の車両に配置して残りの車両を付随車にする方式と低出力の機関を すべての車両に分散配置する方式とがある。一般に、高出力機関を少数車両に配置する方式が、車両の重量や申請、保守費用などの点で優れている。しかし、短い編成で運転する場合や、列車の分割、併合を行う場合の都合や、機関を搭載していない車両における冷暖房の問題などから、世界的に各車両に分散する方式が主流となっている。 機動車は電車と比較した場合、変速機やエンジンの機構が複雑で経費がかさむ。また、電車が動力の変換装置を持っているだけなのに対して燃料自体を搭載してその動力への変換を行うことから重量が大きくなり重量あたりの性能で劣っている。一方で地上側に電力を供給する膨大な設備を設置する必要がないというメリットがあるため、 地方の換山路線などでの運行には、電車より、機動車の方が、コスト面で適している。客車連フェタル語客車客車という言葉は、広い意味では、旅客車という意味を表すこともあるが、狭い意味では、動力集中方式における旅客車を指す。この意味では、客車は、自身に、動力装置を持たず、他の車両に牽引、推進してもらって走行する。 主に旅客を乗せるための車両である。動力装置は搭載していないが、ブレーキについては、鉄道の早々機の旧式な車両を除けば、装備している。機関車により推進して運転するときに用いるための、運転台を備えている車両もある。また、車内の照明や空調に用いるための電力を供給する発電機を搭載していることもあり、安全に走行して旅客に快適な旅を、 提供するために必要な様々な機械類が搭載されている。客車は動力装置を搭載していないため製造、保守の経費が安く、また車内に対する騒音、振動などの面で電車や機動車に比べて有利である。一方で動力集中方式となるため加減速度や機動性の点では不利となる。このため長距離を走行し、停車駅が少なく、 車内環境を重視するような長距離誘導列車や特に夜行列車などにおいて用いられる。機関車は動力集中方式の客車や貨車を推進、牽引して走行するための動力車である。機関車自体には動力装置とそれを運転するための運転台のみがあるのが普通で旅客や貨物を搭載するための設備は備えていない。また動力装置以外に客車に対する 暖房用の蒸気発生装置を搭載していたり、客車の照明、空調用の電源装置を搭載していたりする。機関車は、その動力方式で、さらに蒸気機関車、電気機関車、来年機関車の3つに対別できる。それ以外にも1970年代には、アメリカ、ソビエトのようなジェットエンジンによる水力を利用する、ターボジェットトレインも試作されたことがあった。 ガスタービンで鉄輪を駆動する、ガスタービン機関車とは違い、排気水力を使うため、車輪は直接駆動しない。蒸気機関車国鉄 C62 系蒸気機関車蒸気、機関車は蒸気機関を原動力として走行する機関車である。近代的な交通機関として鉄道が実用化された当初から用いられてきた機関車である。燃料を燃やし、その熱によって、 蒸気を発生させて蒸気機関を駆動する。現実に存在したほとんどの蒸気機関車はレシプロ式でピストンの往復運動をクランクで車輪の回転運動に変換して走行していた。この他に蒸気タービン式や発電してモーターで走行するものなどがあった。一般には燃料として石炭を用いるが外燃機関であるため燃えるものであればほとんど何でも 燃料として使用でき、コークス、木材、重油、冷端などが用いられることもある。また砂糖キビの生産が盛んな地方では、その絞りカスのバガスを燃料にしたり、変わったものとして、スイスにはかつて、河川から電気を充電し、その電力で電熱機により蒸気を作って走る電気式蒸気機関車が存在していた。原子炉で蒸気を発生させて走行する機関車も、 設計されたが実用化された例はない。無可機関車は鉱山や火薬工場などの火器を嫌う場所で用いられる特殊な蒸気機関車で外部に設置したボイラーからの蒸気の供給を受けて搭載している蒸気タンクに蓄積しタンクに蒸気が残っている間だけ自走できるものである。蒸気機関車は製作費が安く線路側の設備もあまり必要としないという長所がある。 しかし、操作や保守が難しく、熱効率が低く乗務員の労働環境が悪い、売煙が環境汚染を引き起こすといった様々な端緒があり、第二次世界大戦後各国で次第に他の機関車に置き換えられていった。主に発展途上国を中心に運行を続けている蒸気機関車があるが、先進国においては保存鉄道で運行されている程度である。 電気機関車中国国鉄商山旧型電気機関車。電気機関車は電気でモーターを回して走行する機関車である。電力は架線や第三機場から終電して取り入れるのが一般的であるが、蓄電池を搭載してその電力で走行する機関車も電気機関車に含まれる。電車と同様の理由で蓄電池式の電気機関車は少数である。搭載している。 内燃機関により発電してその電力でモーターを回して走行する機関車は一般に内燃機関車に分類されている。また、電化区間では終電して電気機関車として走行し、非電化区間では搭載している内燃機関を起動してその発電した電力によって走行するという機関車も存在しており、電気内燃ハイブリッド機関車と言える。電気機関車は 蒸気機関車に比べて効率がよく運転もしやすい。また高速化、大出力化が容易である。一方で電車と同じように膨大な地上設備を必要としている。このため運転頻度が高い路線を中心に用いられている。日本やヨーロッパ、ロシア、中華人民共和国では感染網の電化が進んでいるので電気機関車が広く用いられている。一方、北、 アメリカやオーストラリアなどでは、鉄道網があまり減化されておらず、ディーゼル機関車が主力となっている。内燃機関車ニュージーランド鉄道デラックス型ディーゼル機関車内燃機関車は、内燃機関を動力源とする機関車の総称である。実際には搭載されているエンジンの種類により、ディーゼル機関車、ガソリン機関車、ガスタービン機関車などがあり、 低燃費で大出力を発揮しやすいディーゼル機関車が現代の鉄道において内燃機関車の主流となっている。機動車と同様に機械式、液体式、電気式などの各種の変速方式がある。ディーゼル機関車は電気機関車と同様、蒸気機関車と比較して効率がよく運転しやすい。また、地上の電化設備を必要としていないが電気機関車に比べて 政策と保守に費用と手間がかかる。こうしたことから、あまり運行頻度が高くない路線を中心に用いられている。電化されていない路線では、必然的に内燃機関車が用いられることになる。北、アメリカで用いられているダブルスタックカー貨車は、貨物を搭載して輸送するための鉄道車両である。大半の貨車は、機関車によって、牽引、推進されて移動する。 動力集中方式の車両であるが、JR 貨物 M250 軽電車のように動力分散方式の貨車も開発されてきている。搭載される貨物に応じて様々な形態の貨車が開発されてきた。かつては貨車に直接貨物を積み込み積み降ろしロス、輸送が行われていた。しかし、鉄道以外の交通手段との間で手作業による積み替えが発生することや、 貨車の列車間でのつなぎ替え、入れ替え作業に手間がかかるといった問題があった。これに対して、フォークリフトのような二役機械が開発され、第二次世界大戦後から各国でコンテナ化の動きが始まった。このためにコンテナを搭載する貨車として、コンテナ車が運用されるようになり、その上に乗せるコンテナを搭載する貨物に応じて開発するようになっている。鉱山において、 宝石を輸送する列車や、石油のように大量に消費される物資を輸送する列車については、その目的に専用の石炭車、ホッパ車、タンク車などの貨車が開発されて使用されている。ロシアの鉄道クレーン事業用車は、鉄道事業者が所有する車両のうち、直接営業目的に用いられない鉄道車両である。保線作業や工事に用いたり、 事業者内部の業務に必要とされる物品を輸送したり、試験や試作の目的で作られたりといった車両がある。日本においては、機関車、電車、機動車、客車、貨車のいずれかに分類される。鉄道車両を推進する動力の配置の仕方としては、動力集中方式と動力分散方式がある。動力集中方式は、 編成中の動力はすべて機関車に集中しており、それ以外の客車、貨車は機関車に引かれて走るのみの方式である。これに対して動力分散方式では特定の車両に動力を集中させるのではなく、編成中の各車両に分散して動力を搭載する図に概念を示す。図中赤く塗られて M と書かれているのが車両が動力車で白抜きに T と書かれているのが 動力のない不随者である。動力分散方式において、動力者と不随者の割合は形式によって様々である。この割合のことを MT 比といい、図の例では 4M2T と表現される。動力集中方式と動力分散方式の特質は以下の通りである。1970年代の日本国有鉄道において、こうした点の検討が詳しくなされ、 一本の列車編成が長くなるほど動力集中方式が有利で、短くなると動力分散方式が有利であるとされた。具体的には直流電化区間では列車長11両から12両、交流電化区間では列車長9両から10両、非電化区間では列車長4両から5両のところに費用の分岐点があり、それより長い列車では 動力集中方式が有利であるとした。つまり短い編成を頻繁に運行するような路線では動力分散方式が長い編成を時々運行するような路線では動力集中方式が有利となる。その後技術の発展で可変電圧可変周波数制御が実用化されて保守の手間が少ない交流電動機が電車に用いられるようになり、 また回生ブレーキが一般的になったため、より動力分散方式が有利になる傾向にある。日本では第二次世界大戦後から、幹線の長距離列車においても、動力分散方式を推進してきた。これは、地盤が弱く、軸重を強化しづらい上、地形が急峻かつ複雑なため勾配、曲線が必然的に多くなるという国土において高速化を。 測るために選択されたものである。これに対してヨーロッパなどでは長らく動力集中方式が使われてきた。しかし近年になって動力分散方式が有利になりつつあることからヨーロッパにおいても動力分散方式の車両が普及する傾向にある。動力集中方式の車両においても編成の両端に機関車を連結して通常時は固定された編成で運用されるものがあり、 この場合は運用形態の面ではかなり動力分散方式に近くなっている。鉄道車両では基本的な寸法と重量に規制が設けられている。日本の鉄道車両の車両限界鉄道車両の幅と高さは車両限界によって規定されている。車両限界は車両の最大幅と最大高さを含めてプラットフォームとの関係などで複雑な形が定められている。 これに対して周辺の電柱や建物などの構造物を設置できる限界として走行時の車両の動揺などを考慮した余裕を車両限界に加えた建築限界が定められている。国や鉄道会社により車両限界、建築限界は異なっている。車両が曲線を走行する際には車体の中央部または端部が曲線の内側、外側にはみ出すため、 これを考慮して建築限界を広げるようになっている。鉄道車両の長さは主に曲線を走行するときに隣の車両や建築限界に停触しないかという観点で決定される。車両を長くすればするほど曲線での変異が大きくなってあらかじめ車両限界と建築限界の間に加えてある余裕を超えて障害物に停触してしまうため鉄道車両を長くするのには 限度がある。車体幅を細くしたり裾を絞ったりすることで、通常より、さらに車両を長くすることができ、新幹線の先頭車両が中間車両より長いのはこのためである。車両の長さとしては車体そのものの長さである。車体長と隣の車両の連結器と接触する面の間の距離で、ある連結面間距離がある。また、車両を支えている輪軸の間隔である軸距離も、 制約がある。隣接する輪軸の間があまりに狭いと走行安定性に問題があることから軸距の加減が定められている。一方輪軸を備えて車体に対して回転する台車に関してもその中心間の距離である台車中心間距離があまり長すぎると曲線での車体の変異が大きくなるため問題がある。また信号回路の動作にも影響があるため軸距 または、台車中心間距離の上限も定められている。鉄道車両の重量は、その車両が走行する路線の設計荷重と関係する。鉄道車両の重量をその車軸の数で割った値を軸重と呼び、この値が走行することのできる路線を決定する。線路を設計する時点で、そこを通行する鉄道車両の軸重をかつ荷重という形で、想定して建設される。 線路には線路等級が定められており、重要な路線ほど重い車両を通行させることができるように建設されている。このため通行することを想定している路線が許容する軸重に収まるように車両を設計する必要がある。機関車では、牽引性能を発揮するためにある程度の軸重を必要としている。幹線用に作られた軸重の大きな機関車を 試線用に転用する際に、重量を負担する車軸を追加して、軸重を下げる改造を行うことがある。また、国鉄 DD51 系ディーゼル機関車は、動力のない中間台車に空気バネを装備しており、この圧力を変化させることで負担する重量を変え、同軸の軸重を上げたり下げたりすることができるようになっている。鉄道車両の構造を上回りと下回り、 動力機構に分けて説明する。大抵の鉄道車両では、車体はほぼ箱状の構造をしている。なおその内構え体は、台枠、骨組み、外反などで構成され、車体の強度を担う部分であり、座席などの室内設備、照明、制御機器などは含まない。床面は、台枠、進行方向前後はつま構え、左右は、側構え、上面は、屋根構えという。 車体は古くは全て木造であったが、腐食の問題などから順次構成部品への移行が進められた。この時代は、車体の荷重のすべてを大枠で負担するため、トラス棒を設けたり、魚服系の側張りを用いたりした、頑丈な構造の大枠を採用していた。事故発生時の木造車体の粉砕が犠牲者を多くすることが問題とされ、やがて車体全体が、 構成のものへと発展していった。構成車体の中でも反構成とも言うべき側構えや妻構えのみが構成で屋根は木造のものから全構成のものへと移り変わっている。この際に車体の基本構造は変えなかったので大枠は相変わらず非常に頑丈な構造で設計され車体の他の部分が金属になったことに伴う重量増加は大きな問題となった。 また、溶接技術が未発達な頃の構成車は、リベット接合であった。やがて車体全体で強度を分担して受け持つ、モノコック構造が用いられるようになり、車体は大幅に軽量化された。構成の車体は腐食の問題があり、サビが発生しないステンレス鋼を材料として使用する、ことが検討された。まず、車体の骨組みは、構成として、外反をステンレスにした。 セミステンレス車両が開発された。続いて、車体すべてをステンレスで製造したオールステンレス車両が開発された。ステンレスの溶接には当初はスポット溶接、後にはレーザー溶接が用いられている。また腰板や膜板部の歪みを目立たなくするために、コルゲートのついた外板を使用するのが一般的であったが、技術の進歩によりビード加工で済ませるようになり、 さらに新しいものは、平滑な外反を使用するようになっている。ステンレスの外反を使用した車体は、錆を防ぐための塗装を省略することができるようになり、今日見られるような銀色の車両となった。ステンレス鋼は、構成車体に用いられる炭素鋼と比較して、約1.5倍の引っ張り強さがあり、これに加えて、構成車体のように腐食の進行を想定して、腐食しろと呼ばれる。 余分の強度を持たせる必要がなくなったことから軽量化が図られた。さらに、高張力ステンレス鋼の採用や構造解析による設計技術の進歩があって軽量化が進行している。サビが発生しない材料としてはアルミニウム合金もあり、アルミニウム合金製の鉄道車両も開発された。当初は骨組みに外反を貼り付ける工法であったが、やがて、 大型押し出し製経済を利用したシングルスキン構造やダブルスキン構造が開発され、ミグ溶接、摩擦角半接合、レーザーミグハイブリッド溶接などにより接合されている。500系新幹線ではハニカム構造により軽量化が図られている。アルミニウム製の車両はステンレス車両と同様に塗装を省略できるほか、アルミニウム自体が軽量な素材であるため、 必要な強度を保つために外反を厚くしたとしても、車体の軽量化を実現できる。また、アルミニウム車体はリサイクルしやすく、車体を解体して出たアルミニウムを、再び鉄道車両に使用する試みが行われている。車体の素材としては他に、繊維強化プラスチックを一部の複雑な形状の部分に用いている例がある。大枠大枠は、車体の一番基本となる構造である。 車体全体の強度を受け持ち、台車や車軸に重量を伝える役割をしている。また連結運転の際には、隣の車両との間での力の伝達も行う。車両の前後の端に、横方向に設けられている、梁のことを、橋量という。連結器はこの端梁に取り付けられるため、大きな荷重に耐える強度が必要とされる。車両の左右に、 車体全長にわたって設けられている針は側両と呼ばれる。両側の側針の間に横方向に渡されている針は横針で、これがいくつも並んで、大枠全体としては上から見るとはしご状の構造になっている。台車や車軸の真上に当たる部分には枕両が置かれている。また走る中央から車体中央方向へ枕針の位置まで中両が伸びている。 この端張りから枕張りまでの範囲を端大枠と呼び、この部分だけはステンレス車両であっても構成の連続溶接で組み立てるのが普通である。かつては大枠と側構えでほとんどの強度を受け持ち、車体の他の部分はその部分で必要とされるだけの強度で作る方式であった。しかし軽量化のために車体全体で必要とされる強度を分担して受け持つ。 モノコック構造が後に主流となった。蒸気機関車では、台枠は板台枠と防台枠の2種類に大きく分けられ、これが車輪により支えられまたボイラーなどの上部構造を乗せる仕組みとなっている。貨車でも有害車や無害車など、大抵の車両では台枠があり、重量を受け持っている。コンテナ車の場合、コンテナの重量のほとんどは側張りにかかるため、 側量が強度を主に負担しており、このために漁服系の側量となっている。タンク車では台枠のないフレームレス構造のものがあり、この場合体育体全体で強度を受け持っている。台枠の上面は床を構成し、座席やその他の車内設備を設置するとともに、旅客や貨物の荷重を負担する。床面は単に鋼材に敷物を貼っただけの後半床のほか、 優等車などでは車音性に優れた波形後半の上にポリウレタンフォームやユニテックスを充填して敷物を貼り付けた構造などが使われる。また仮面には横張りに床下機器が吊り下げられる。軸受けあるいは台車の心皿などの重量を支える構造は枕張りに力を伝達するようになっている。側構え側構えは鉄道車両の左右部分である。 近代的なモノコック構造の車両では、大枠と一体となって強度を負担している。窓より下の外板を腰た、窓より上の外板を巻い板という。かつては、側が前の窓部分の開口による強度不足を補うために、ウィンドウシル、ヘッダーという体上の補強構造物が窓の上と下に取り付けられていた。ビードやコルゲートといった表面加工が見られる車両もある。 妻が前妻構えは、鉄道車両の前後部分である。車体の端を垂直に切り落としたような構造の場合を、切り妻と言い,い、そのうち両側を削った構造の場合を折妻と言い,い、それ以外の場合曲面妻という。構え大量端部を閉じる構造を形成して、強度上重要な部分を受け持っている。隣接車両と連結して、旅客や乗務員の通り抜けが必要とされる場合には、 中央部に貫通路が設けられる。また戦闘車や機関車の場合は窓を構成してフロントガラスをはめ込み運転台とする。貫通路と運転台を両立した貫通運転台構造もある。特急用の車両の場合などは戦闘部分の形状は特に外観を重要視して設計することがあり複雑な形状となる。高い位置に運転台を設置する高運転台構造は 視認性を良くし、踏切事故などでの運転士への危険を防ぐなどの目的がある。高速車両などでは流線型が採用されることもある。運転台がある場合には、前頭、尾頭、バイパーなどが設置される。貫通路がある場合は、貫通ホロなどが設置される。また貫通路のある中間車の場合は貫通路の両側に妻窓が設けられることがある。屋根が前屋根が前は、 車両の天井、屋根部分を構成している。前後方向に長桁が左右方向にはたるきが骨組みとして組み込まれている。冷房付きの車両では室外機を屋根の上に搭載することが一般的で、これは重量が大きいため設置位置をあらかじめ検討してその重量に耐えるだけの強度構造とする。また、冷房は車内と車外を貫通して取り付けることが多いため、 その場合は大きな開口部を設置することになり、この点でも強度上の配慮が必要となる。このほか、車内側の天井や冷房風道、照明の道具、車両補修の作業者が屋根の上を歩くときに使う乱暴度、雨水が垂れることを防ぐ雨どいなどが設置される。運転台電車の運転台機関車や電車、機動車の先頭車両などには、機関士、 運転士が運転を行うための運転台が設けられる。一般につまめに設置されるが、機関車の中には機器の配置の都合でセンターキャブと呼ばれる車体中央付近に運転台を配置した構成も見られる。運転台は車両の全幅にわたって設置される場合と半分ほどの幅になっている場合がある。運転室は運転士が乗務するだけでなく車掌や その他の客室乗務員などが乗務するスペースともなる。貫通式の運転台と呼ばれるものは、運転台の位置が列車の先頭や末端ではなく、他の車両と連結されて中間になった時に、旅客や乗務員が車両間を移動できるように、中央部に貫通路を設けることができる構成になっているものである。貫通路を設置できない運転台は、非貫通運転台という、 実際に運転手が座る席は、車体中央に設置される場合と、左右どちらかに偏って設置されている場合がある。自動車では、それぞれの国の道路の進行方向に応じて、左側通行の国では右側に運転手席を配置するのが一般的であるが、鉄道の場合は進行区分との関係は、必ずしもなく、左側通行が原則の日本では、 信号機が左側に立てられていることが多いことから、信号機を見やすい左側に席を配置することが多い。タブレット閉塞の区間では、タブレットの取り扱いに便利な側に設置したり、ワンマン運転を前提に、プラットフォームのある側に配置したりする例がある。自動車のアクセルに相当するのは、主観制御機である。自動車と違いでで操作する。 縦方向の軸を中心に水平に回転させて操作するものと横方向の軸を中心に垂直に回転させて操作するものがある。またブレーキハンドルと一体化したワンハンドルマスコンもある。ワンハンドルマスコンにおいては押して走らせるものと引いて走らせるものとの両方がある。マスコンを左手で操作するか右手で操作するかは 同じ鉄道事業者の中でも統一されておらず、車種によって様々である。ブレーキを操作するのは、ブレーキハンドルであり、これも手で操作する。機関車では、機関車のみに作用する短弁と、列車全体に作用する地弁が別々に存在する。この他に、警笛を鳴らすペダル、ATS に代表される、自動列車保安装置の取り扱い装置、前頭やワイパーのスイッチ、速度計、 圧力計、電圧計、各種の状態表示ランプ、列車無線の掃除脇、時刻表座し、車内放送のマイク、車掌スイッチなどが設置されている。最近の車両では、モニターを運転台に設置して、車両の状態を表示し、またタッチパネル式の入力装置により簡単な点検作業や、車内の空調温度設定など様々な作業が、 運転台からできるようにされている。運転台は全面衝突の際に最初に巻き込まれる場所であるので、運転士の保護に配慮した設計がなされる。主に想定される衝突事故は踏切における障害物との衝突であり、前頭部はその衝突に耐えられるように強化されている。また運転士の座る位置を高くすることで、車体下部に障害物を巻き込んだ際の影響を抑えている。 クラッシャブルゾーンを設けて衝撃を吸収する構造になっているものもある。運転台はすべての車両に設置されているわけではない。機関車のほとんどには両端に運転台が設置されているが、センターキャブの機関車では両側へ進行するときに、現用される運転台が中央に一つ設置されている。また、主に北アメリカでは、 B ユニットと呼ばれる運転台を持たない機関車が用いられており、これは運転台を備えている A ユニットと連結して、そこから制御されることを前提にしている。電車はその形式が長編成を組むことを前提にしている。場合には中間車として設計された車両には運転台が設けられない。これは機動車も同様であるが、長編成を組むような路線では、 電車が用いられることが多く、機動車が投入される路線では、編成が短いこともあり、中間車として、運転台を持たずに設計、製造される機動車の数は電車に比べて少ない。運転台を設けた車両を制御車、設けていない車両を中間車という。客車は動力がないため運転台も設置されないのが普通で、あるが、機関車を末端に連結して、 列車全体を後押しする形で運転するときに、先頭部の客車に設けた運転台から運転する形態があり、その場合には運転台が設置される。そうした客車を制御客車という。一両の車両の両端に運転台が設けられている場合を両運転台、片方にだけ設けられている場合を片運転台という。扉鉄道車両の扉は、側が前に設けられた外部に、 直接出る扉の他に、車内を区切るために設けられた扉や、連結されている、隣の車両に移るところに設けられた貫通扉などがある。引き戸は、扉が横にスライドして開閉する構造であり、広く用いられている。側構えの内部に戸袋を設けて、そこに引き込む形で開閉される。2枚の扉が、両側に開く両開き扉と、1枚の扉が、 片側にだけ開く、片開き扉があり、通勤列車のように、短時間に多人数の乗降を必要としている、車両では両開きが広く用いられる。釣り戸は、側が前の外部で扉をつって、横にスライドして開閉する構造である。引き戸と異なり、側構内部に戸袋を設ける必要がなく側が前を、薄くでき、強度上有利などの利点があるが、 プラットフォーム混雑時に乗客に危険があるとの懸念がある。日本では使用例が少ないが、それ以外ではかなり見られる方式である。開けとは蝶芝居によって壁に取り付けられ、蝶芝居を支点として回転することにより開く構造である。内側に開くものと外側に開くものがあるが、外側に開くものはホームにいる旅客に扉が衝突する危険があり、あまり用いられなくなった。 初期の客車では、コンパートメント式で、車外側に開くガイドが一般的であった。内側に開くものは、乗務員用の扉に広く見られる。折戸は、2枚の扉が、蝶津がでつながっており、折りたたまれる形で開く扉である。2枚で構成される片開きのもののほか、これを2組設置して両側に開く4枚折戸もある。車体強度上不利な戸袋を設ける必要がなく、 広い外交面積を確保できるため、一部の車両で用いられている。ただし、開けと同様に扉の動作機があって、乗客を巻き込む恐れがあるという問題のほか、機密性を確保しづらく、歓迎地での使用が難しい。プラグドアは、扉が一旦外側、または内側に動いた後、車体と平行にスライドして開く構造で、複雑な機構のため効果であるが、外反と、 扉部分が平坦になり見た目が良くなるとともに、高速鉄道では空気抵抗の削減を期待できる。ヨーロッパでは LRT でも広く用いられている。外側スライド式では戸袋を必要としないという長所もある。ただしプラグドアは常実したように動作機構が複雑であるため効果であるという問題がある。この他に荷物車にシャッター式の上下に動かして開閉する扉が 用いられた例がある。一両の車両の片側の側面にある扉の数は0個から6個程度である。食堂車など外部から直接乗車することを想定していない車両では扉を設置しないことがある。一方で通勤用の車両では迅速な乗降のために扉の数を増やす傾向にある。古い時代の鉄道車両ではそもそも扉がなくオープンデッキのスタイルのものがあった。 そうしたものでも高速化するにつれて柵をつけるようになり、やがて扉がつけられるようになった。この扉の開閉は古くは手動であったが、乗降時間の短縮や駅員、乗務員の労力軽減、安全性の向上といった目的で自動化が行われるようになった。車掌、または運転士の取り扱う車掌スイッチにより一斉に開閉される。扉を開閉するのは、 ドアエンジンにより、空気圧式のものと、電気式のものがある。車内の温度維持等の目的で、すべての車両の扉を同時に開閉させるのではなく、旅客が乗降するときに必要とされる扉のみを、旅客の意思で開けられるようになっているものがある。乗客が手で開けるが、機械で一斉に閉めることができる方式を、半自動式という。また乗客が手作業で扉を開閉するのではなく、 扉脇に設けられた押しボタンを操作することで開閉させられるものもある。扉の数が多い通勤車両などで長時間停車時の車内温度維持の目的で大半の扉を閉めて一部のみ開けて残す機構を備えたものもある。自動ドアでも事故等の非常時に旅客が避難脱出できるように手動で開けられるようにするドアコックがついているものがある。窓窓は 鉄道車両では、運転台の前面、客室の両側、つま扉など様々な場所に付けられている。固定された構造のものと、開閉可能なものがある。運転台の前面の窓には、フロントガラスがはめ込まれており、一般に固定された構造である。ただし、側面の窓を開けられるようになっているものもある。また、乗務員用扉に取り付けられている窓は一般に、 開閉可能である。運転台と客室、またはデッキを区切る壁にも窓が設置されていることがある。客室では側面に窓が設置されている。固定式のもの、一段上昇式のもの、一段加工式のもの、二段に分かれていて、それぞれが上昇、あるいは加工するもの、内側に傾いて開くもの、引き違いで横にスライドして開くものなどがある。戸袋にも、 固定式の窓が設置されていることがある。つまめにも窓を設置することがある。また、扉自体に設置されていることもある。窓ガラスとしては強化ガラスや合わせガラスが用いられる。2枚のガラスの間に空気層を設けた服装ガラスも用いられることがある。また、多くの客室の側面窓にはカーテンなどの遮光装置が設置されている。上部から引き下ろして、 所定の位置で止められる薪へ、カーテン式、一般家庭のカーテンのように横から引っ張って締める、横引きカーテン式、2枚のガラスの間に、ブラインドが設置されている、ベネシャンブラインド式、金属、または木製の鎧戸を使う、鎧戸式などがある。巻紙カーテン式の場合、カーテンレールにあるくぼみに金具を引っ掛けて止めるものと、任意の位置で止められる、フリーストップ式のものがある。 座席座席の配置形態としては、ロングシート、クロスシート、セミクロスシートなどがある。その鉄道車両が投入を予定されている用途に、応じて、車内の座席の配置の仕方は異なっている。座席の表面には、難年製モケット、ビニールレザー、平折り物、比較などが用いられている。内部にはバネを入れて、その周りにポリウレタンフォームやビニールフォーム、 フェルトなどを詰め物としている。照明車両の照明は、古くはオイルランプが用いられていたが、ピンチガスによる照明を経て白熱灯に変わり、現代では蛍光灯が主流となっている。また、読書灯などで LED 照明が用いられることもある。一般に天井に照明器具が取り付けられ、そこに蛍光灯が取り付けられている。直接蛍光灯が露出しているタイプは、 通勤用車両など低コストな車両に多くより高級な車両になると蛍光灯の周囲をカバーで覆っている。関西民鉄などでグレード感にこだわって一般車両でもカバーを装着している例がある。一等車など特別な車両では間接照明も用いられる。客室の直接の照明の他にトイレの照明や行き先表示装置の照明などもある。 空調装置客室内では多人数の旅客と乗務員が過ごすため換気に配慮して設計が行われる。強制通風式と自然通風式がある。強制通風式では送風機を設置し、吸気と排気の両方を強制的に、あるいは吸気のみ、排気のみを強制的に行う。自然通風式ではベンチレーターを屋根の上などに設置して通風を行う。 暖房はかなり古くから多くの旅客車に装備されている。石炭や焚き木を車内のだるまストーブなどで炊く暖房は古くから使われていた。コンパートメント車両では温水や酢酸ナトリウムを利用した湯たんぽによる足元暖房や車内に設置された小型ボイラーによる温水循環暖房が用いられていた。蒸気暖房は蒸気機関車または 機関車や暖房車に搭載された蒸気発生装置からの蒸気を客室内の蒸気管に通して温めるものであるが蒸気機関車がなくなるにつれて次第になくなっていった。電気暖房は電気式のヒーターにより車内を温める。機動車ではエンジンの排気熱で温める温水暖房もある。また冷房が搭載されている車両ではヒートポンプ式もある。冷房は 第二次世界大戦前から装備されている車両もあったが普及するようになったのは第二次世界大戦後のことで通勤車両などでは1970年代からである。電力消費が大きく電源の確保に注意を払う必要がある。機関直結式冷房装置のようにエンジンから直接圧縮機を駆動して冷房を稼働させる形式もある。車内への冷気を繰り出しは 天井部分に設置したダクトから行われるのが一般的である。室外機の配置の仕方により集中式、集約分散式、分散式などがある。トイレ長距離列車に用いられる車両などにはトイレが設置される。扉を持った個室に便器と手洗いが設置されている。洗浄用の水はタンクに貯留されていて必要に応じて車両基地などで補給されている。かつては 便器から流された汚物は線路に垂れ流されており、これによる衛生上の問題があった。汚物を粉砕し消毒してから排出する粉砕式も試みられたが、異物を巻き込んで故障する問題が絶えず、しかも汚物を社外に排出するという方式には変わらなかったこともあり、抜本的な解決策とはならなかった。 お物をタンクに貯蔵する方式は、タンクがすぐに溢れてしまう問題があり、お物に含まれる水分を愚か、処理して、便器の水栓に再利用する仕組みが考案されてから、広く普及するようになった。JR グループでは2002年3月に、垂れ流し式の完全廃止を達成したが、世界的に見ればまだ垂れ流し式は多い。連結機連結機は、隣の車両と連結して、 編成を構成する装置である。密着連結器自動連結器ネジ式連結器などの各種の連結器がある。その他に、ブレーキ用の空気圧を供給する、ブレーキ管や電気配線などを連結する、ジャンパ連結器などが、車両の間でつながれる。貫通路貫通路は、車両同士を連結して、旅客や乗務員が行き来できるようにした通路である。踏板と貫通ホロ。 貫通扉などで構成されている。貫通ホロは蛇腹状の構造のものが一般的に使われているが、太い環状のゴムを組み合わせた例もある。貫通路に扉を設けるかは車両により、設けないことで見通しを良くし、開放感を演出できるが、風が吹き抜けて冬に寒くなることや騒音の問題、そして火災時の炎症防止などの観点から貫通扉を設置することがある。 また、高速鉄道などで騒音と空気抵抗の低減を狙って、連結部車体全周にホロを取り付けたものもある。走り装置あるいは走行装置は、鉄道車両がレール上を走行するために必要な車輪、車軸、軸受けといった構造の総称である。車体と荷重を支え、レールに沿って車体を案内し、駆動装置や制動装置が発生させる駆動力、 制動力を車輪と車体の間で伝達する役割を果たす。鉄道車両では軸受けが車体に固定されていてカーブに沿って向きを変えることができないものと台車に軸受けが取り付けられていて車体に対して台車が回転することでカーブに沿って向きを変えられるようになっているものがある。全車を一両あたりの車軸が二軸の場合を二軸車、三軸の場合を三軸車といい、 後車をボギー車という。ボギー車の台車にも二軸台車、三軸台車などがある。ボギー車と二軸車の概念を図で示す。図の上がボギー車で、下が二軸車である。ボギー車では台車に車軸が取り付けられているので、台車が車体に対して回転することで、カーブで車輪がカーブの方向を向くことができる。一方、二軸車は、 車軸が車体に直接取り付けられているので回転することはない。ボギー車では多少の軌道の不正があっても滑らかに走行することができるという長所がある。走行性能の差から二軸車では最高速度が低く止められており、日本では時速7 5トルに制限されているが、ボギー車はこれよりずっと速く走ることができる。 また脱線への安全性という面で見てもボギー車の型が有利である。一方、二軸ボギー台車2つを備えた四軸の車両とに軸車では同じ軸重での搭載量はボギー車が二軸車の2倍にできるが、車体が長くなる分車体強度を向上する必要があること、台車そのものの構造が複雑で重量が重むことなどから総合的な積載効率には大きな差はない。 かつては、小取引の単位が小さく、ボギー車では輸送力が過剰であることを理由に、日本やヨーロッパの貨車は二軸車が主流であったが、輸送単位の問題は、コンテナの採用で解決し、走行性能を重視して、貨車でもボギー車を採用するようになってきている。蒸気機,機関車では、シリンダーからコネクティングロッドで動輪を駆動する関係で、同軸は車体に固定されていて曲線に沿って、 回転させることができないものが普通である。曲線での走行性能を改善するために、若干の横方向の移動を許容したり、一部の車輪のフランジを削ったりしている。一方、蒸気機関車でも先輪や重輪などの動力のない車輪については、台車構造が標準である。二軸車では、車軸同士の間隔のことを固定軸距という。これに対して、ボギー車では、 台車における車軸の間隔を固定軸距といい、台車同士の距離は台車中心間距離という。固定軸距が長くし台車の回転抵抗を大きくすると直線での直進性能が良くなるが、曲線での走行性能が悪化する。このため、両車の特性の調和を図る必要がある。二軸車の他に三軸車というものも存在する。三軸車は、 曲線通過時の問題が大きく走行性能が悪いが車両の費用や工数消費する資材に比べて荷重を大きくできることから採用された例がある。その際には中央の軸に横道を許容するなどの対策が必要となる。またボギー車においてもボギー台車に3つの車軸を備えた3軸台車というものが存在し、さらに4軸のものも見られる。 逆に一軸台車というものもある。連接台車通常の構造では一つの車体の下に、ボギー台車を二つずつ備えているが、二つの車体を連結する部分のもとに台車を取り付けて、車体同士の連結構造と一体化した台車もあり、連接台車と呼ばれる。曲線通過が容易になり、車体の重心を下げられる、台車から車体がオーバーハングした部分がなく、 乗り心地が良いなどの利点があるが、車端部の構造が複雑になり一台車で支持する、荷重が増大する、車両を切り離すことが良いではないなどの問題もある。また連接車は、台車中心間隔に制約が設けられている関係で、車体長が短いものが多い。路面電車などでは、その車体に、全く車輪、車軸構造を持たずに、両側の車体によって支えられているだけの構造の、 ものもある。これも連接車の一種とみなされる。低床式路面電車などでは、車体を下げつつ客室空間を確保する目的で、左右の車輪を車軸で繋がずに独立した車輪としているものもある。日本独自の珍しい方式としては、車体の片方にはボギー台車を装備している一方で、もう片方は固定車軸を備えている車両があり、変ボギー車と呼ばれる。 臨時区新幹線冷系電車の車輪車輪と車軸を合わせて臨時区と称する。車輪と車軸は別に作られて、車軸にプレス機で400から 500kN 程度の強い圧力をかけて車軸より小さな取り付け穴の設けられた車輪に圧入することで車輪が車軸に固定される。車輪1枚で 300kg 前後の重量があり、両側の車輪に車軸。 歯車装置などを含めると1トンを超える。ほとんどの鉄道車両の車軸には一番外側に軸受けにはめ込む軸受け座があり、その内側に車輪を取り付ける和芯座がある。ただし車輪より内側部分に軸受けを設置する特殊な例もある。車輪より内側にはディスクブレーキを使用する車両ではブレーキディスクや動力車においては駆動装置用の歯車などが 設置されている。ブレーキディスクについては、車輪より外側に設置したものもある。車輪は、一番外側のレールと接する面を、リム部、車軸を差し込む部分を、ボス部、その間を結ぶ、円盤状の部分を、ディスク部という。またディスク部とボス部をまとめて和心、リム部をタイヤとも呼ぶ。和心とタイヤを別に作り、タイヤを和心に焼きはめしたタイヤ付け車輪と、 タイヤとは心を一体に作った一体圧縁車輪がある。タイヤ付き車輪は、タイヤが摩耗した時に、タイヤだけ取り替えられるという利点があるが、タイヤが主観したり割り損したりするという欠点があり、そうした心配がなく焼きはめの熟練作業が不要で、軽量で車輪の寿命が長く、品質が安定するといった利点のある一体圧縁車輪が、現代の鉄道車両に広く用いられるようになっている。 路面電車などでは、和心とタイヤの間にゴムなどを挟み込んで、騒音低減効果を狙った男性車輪も使用されているが、ドイツではこれを高速鉄道に使用して、エッシェで事故を引き起こす大きな原因となった。車輪には一般に高炭素鋼が用いられる。車輪の和心にはもともとスポーク状のものが多かったが、強度を向上したディスク構造のものが増えている。 ディスク上のものはそれに働く応力を考慮してリム部が外側にボス部が内側になるような湾曲した形状をしていることが一般的である。これに対して電動車などでは電動機や歯車を走過する場所を稼ぐために逆にボス部を外側にするように湾曲した形状をしていることがあり、この場合は必要な強度を出すためにディスク部が厚くなる。 両面にブレーキディスクを取り付けられるようにほぼ直線的なディスク部形状になっていることもある。また軽量化のためにディスク部を波打たせた波打ち車輪もある。車輪がレールと接する面を踏みずらあるいはタイヤコンタという。踏みずらの形状は走行特性を決定する重要な要因である。外側に行くにつれて半径が小さくなる円錐状をしているが、 実際の踏み面形状はさらに複雑に定められている。車両が曲線に入ると曲線外側の車輪はより車輪内側の半径の大きな部分がレールに接触するようになり一方曲線内側の車輪はより車輪外側の半径の小さな部分がレールに接触するようになる。すると曲線外側の車輪の方が 曲線内側の車輪よりも1回転で進む距離が長くなり、自然に曲線内側へ曲がっていくような運動をすることになる。これにより、車輪には直線路ではレールの中央に沿って、また曲線では曲線に沿って走ろうとする力が働く。タイヤが摩耗してくると円滑な走行が阻害されるため、作成を行って正しい踏み面形状に戻す保守作業が行われている。 踏みずら形状は、脱線への耐性が高く、走行安定性に優れ、摩耗が少なく検査の手間がかからないことが求められるが、しばしば条件が相反する、難しいものとなる。踏みずらの円錐形の傾きを、踏みずら勾配と呼び、大きいほど曲線を通過しやすくなるが、直線において蛇行動が発生しやすくなるという、問題がある。車輪の一番内側にはフランジが設けられており、 脱線を防ぐ働きをする。国際鉄道連合が定める標準踏み面形状では、フランジの高さは2 7ト、mm、ル角度は59度とされている。フランジ角度を大きくするほど脱線を防ぐ効果が大きいが、摩耗時の作成量が増大し、車輪の交換間隔が短くなって、不経済であるという問題がある。新幹線では脱線防止を重視して、 角度を70度としている。軸受け軸受けは車軸を収めて、車体の荷重を車軸に伝える装置である。一般に軸箱と呼ばれる箱に組み込まれている。かつては平軸受けが多く使われていたが、軸受け側にも回転するコロ状の装置を取り付けたコロ軸受けが一般的となった。円錐コロ軸受けでは、車軸が軸受けに対して、 軸方向に移動することが全くできないが、遠筒コロ軸受けではわずかに軸方向の移動を許容している。軸方向の移動は末端のスラスト受けによって受け止められる。軸箱支持装置軸箱と軸箱支持装置軸箱の前後左右上下への多少の動きを許容するようにしながら、台車枠に対して支える構造のことを軸箱支持装置と呼ぶ。渦に示したのは、 二軸車で多く使われている二段リンク式の喧嘩装置である。中央の青い箱状の構造が軸箱である。軸箱は前後左右に移動することができないように軸箱盛りで固定されており、図では軸箱の両側のグレーの構造が軸箱盛りである。これに対して上下方向へは動揺を吸収して安定して走行し乗り心地を改善するために、 バネを設けて軸箱が動くことを許容する仕組みになっている。軸箱の上下方向の動きを許容し荷重を伝えるバネを軸バネといい、図では黄色板バネになっている。例として示したのは軸箱盛り式の軸箱指示装置であるが、この他に、円筒案内式、軸量式、板バネ式、リンクアーム式、ゴム式など各種の方式がある。代謝枠代謝枠は、 台車全体の構造を形成している枠組みで、車体支持装置を通じて上部に車体を乗せ、軸箱支持装置を通じて下部に軸受け、輪軸を備えて、車体の重量を輪軸へ伝達する役割をしている。基礎ブレーキ装置を搭載して、ブレーキ機構を形成している。また、動力台車の場合、動力に関する機構も、台車枠に相加される。 車体支持装置ダイレクトマウント台車の構成車体支持装置は台車の回転を許容しながら車体の荷重を支えるための機構である。ボルスタ付き台車の場合は揺れ枕の機構を用いて左右方向の動揺を吸収緩和しながら枕羽根の機構により上下動を吸収している。車体と台車の間の回転は枕針と台車の間で行われる機構になっている。一方、 揺れ枕の気候を排して空気バネにより荷重を支えながらバネの変異により回転に対処するボルスタレス台車が増加しつつある。駆動装置動力機構で発生させた動力を車輪に伝達する機構は様々なものがある。電気車では電車でも電気機関車でも一般的にはモーターが台車に搭化されている。ただし TGV のように 車体側に走化されているものもある。吊り掛け駆動方式の場合は、台車枠と車軸の間に、モーターが掛け渡されている構造になっており、一方、カルダン駆動方式の場合は、モーターは台車枠側に固定して走化され、そこからカルダンジョイントを通じて、車軸を駆動している。他に、クイル式駆動方式、モーターの回転軸が直接車軸になっている。 ダイレクトドライブ方式などの例もあり、また初期にはクランクを使って車輪を駆動する方式も見られた。内燃車では、同車でも機関車でも、車体側にエンジンと変速機が搭載されており、そこからドライブシャフトで台車枠に沿加化された減速機を駆動して、減速機が車軸を駆動している。ただし、電気式の場合は発電してその電力で電気車と同様の機構を駆動する。 蒸気機関車では、クランクで車輪を駆動する方式が大半である。しかしギアードロコのように歯車を介して、車輪を駆動する方式もある。制動装置鉄道車両のブレーキは大別して、車輪とレールの間の摩擦力で作用する、粘着ブレーキと、それ以外の非粘着ブレーキがある。粘着ブレーキの中でも、機械式のものは、人力あるいは機械力によるものがある。 機械力は蒸気ブレーキ、真空ブレーキ、空気ブレーキ、油圧ブレーキなどの各種がある。いずれもブレーキシリンダーを動力源としてセーリングを動かして、車輪の回転を止める仕組みになっている。セーリングを当てる先が、車輪の踏み面のものが、踏み面ブレーキ、ブレーキディスクのものが、ディスクブレーキである。ブレーキシリンダーからセーリングを動かすまでの機構は、基礎ブレーキ装置と呼ばれ、 台車に創化されている。製輪子としては、昔から中鉄製輪後が用いられてきたが、近年ではレジンなど合成材料を用いることもある。これ以外の粘着ブレーキとしては、電気車では発電ブレーキや回生ブレーキなどのモーターを発電機として使用して制動力を得るものがあり、また内燃車ではエンジンブレーキのように、原動機の回転力を利用したもの、変速機で、 発熱損失を利用して制動力を得るリターダなどがある。非粘着ブレーキには電磁吸着ブレーキ、渦電流式、レールブレーキなどの種類がある。特殊な台車車体系車台車車体系車台車は曲線において車体を台車に対して傾ける機構を備えていて遠心力による乗客の乗り心地への影響を低減することで 曲線の高速走行を可能にする台車である。日本の在来線では、この機構により、車体を支えて、必要な時に回転させる振り子方式が主流で、カーブ走行時の遠心力で、受動的に車体を傾ける自然振り子式と、油圧や空気圧などのアクチュエータなどを用いて、強制的に車体を傾ける強制車体系車式がある。自己相打台車、自己相打台車は、 安定性を保ちながら曲線に沿って舵を取って曲がる台車で複数の方式が研究されている。軸箱指示装置の工夫で曲線に沿って車輪の向きを変えられるようにする技術があり、リンクで結合してステアリングを実現するシェフフェル台車や油圧により同様の動作を実現する機構などがある。電気車電気車では終電装置から電力を取り入れて 制御機により所毛の電圧、周波数などに変換して電動機を駆動している。終電装置は現代では多くがパンタグラフであり屋根の上に装備されている。開き機と暖炉機を通って車内の回路に電流が流れる。第三機上方式では終電靴から電力を取り込む。直流車の場合はこの電力を運転台からの指令に応じて抵抗制御。 電気子直波制御、境地直波制御、境地点カレージ制御、VVVF インバータ制御などの各種の制御方式により必要とされる電圧、電流、周波数に変換する。公直車は直流区間では直流車と同じで、交流区間では主変圧器で電圧を落としてから整流器を通して直流に変換し、直流時と同じ回路につなぐ。交流車では、 タップ切り替え制御やサイリス体操制御などにより、電圧、電流、周波数の変換を行っている。制御機で変換された電力は、電動機に供給され、電動機が車軸を駆動している。内燃車内燃車では、搭載された内燃機関により回転力を得る。電気式では、この回転で、発電機を駆動し、得た電力により、電気車と同様の制御を行っている。 機械式では、歯車式の変速機により、液体式では、トルクコンバータにより変速して、推進軸により、台車に走化された減速機を駆動し、減速機が車軸を駆動している。鉄道車両は、鉱山の輸送などに用いるために考えられたトロッコが出発点となっている。その後、蒸気機関車が発明されるとともに、近代的な輸送機関として発展するようになった。 初期の客車は馬車の延長線であったが、やがて大型化と高速化のために台車を用いたボギー車が発達した。19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、電気を動力とする鉄道車両と内燃機関を動力とする鉄道車両が開発されて、次第に普及していった。第二次世界大戦後には、各国で蒸気機関車は電気、 ディーゼル動力へ置き換えられていった。また動力分散方式が広く普及するようになり、高速鉄道も開発されるに至った。鉄道車両には、その種類や使用目的を示すために形式が与えられる。一般的に形式は、アルファベット、金、数字などを組み合わせた文字列で構成されている。形式の与え方は、鉄道事業者によって様々であり、 統一されたものはないさらに個別の車両には製造番号が与えられ、形式と製造番号を合わせて車両称号と呼ぶ。車両称号は各車両に必ず表記されることになっている。車両に与えられる称号は記号や番号に限らず固有の名前として与えられることがある。特に初期のイギリスの鉄道などでは固有の名前だけで車両が区別されていた頃があった。 やがて車両の数が増えるにつれて番号による管理が一般的となっていったが番号とは別に固有名詞を与える例も多かった。蒸気機関車で形式全体を表す相性と個別の機関車の相性が付けられていた例もあった。設計が多少変更されたが別形式にするほどではない場合には番台分けが行われることがある。これは車両個別を区別するための番号について 途中を飛ばして100番からなど切りの良いところから次の番号を与えることで区別するものである。国鉄 JR については国鉄の車両形式 JR の車両形式で形式の与え方が説明されている。日本の私鉄についてはそれぞれの会社記事の中で説明されている。また編成単位に編成番号を表示している事業者もある。これは 編成を構成している個別の車両の番号とは別個に編成全体を識別するために与えられている番号である。ドイツのアイスのように編成に固有名を与えている例もある。鉄道車両は列車として使用する際に単独な石は2両以上組み合わせて使用される。その際の使用車両の組み合わせを編成という。1両のみで運行される場合、1両編成、または 単行、短期という。編成を構成する際には、必要な輸送力を想定して、量数を決定し、動力車の配置や電源の容量などの技術的な必要性を考慮する。サービス面では、グリーン車のような優等車の必要性、食堂車やラウンジカーなどのサービス設備の配置、トイレの数などを考慮する。 編成のうち、輸送力が最小時の必要量を数で蘇生された部分を基本編成、輸送力増強のための増結編成を付属編成という。また、列車全体を単位として、電源やサービス設備を設計する手法を固定編成という。固定編成の場合、走行に必要な機器を編成中の各車両に分散配置することが普通で、 その場合単独で走行することができない車両が生じることになる。これらを運転中に編成落としをしたり、分離運転したりする。鉄道車両の塗装は基本的には車体の腐食防止を目的として実施される。このため本来は一色塗りで十分であり、古い時代の車両では汚れが目立たない塗装として黒や茶の一色塗りが広く用いられていた。 ステンレス鋼やアルミニウム合金などの錆びることのない材料が車体に使用されるようになると腐食防止を目的とした塗装の必要はなくなった。塗装にはそのための設備が必要とされ、都市付きとともに塗り膜が劣化していき再塗装が必要となって経費がかかることや塗料に有機溶剤が含まれていて作業者の健康管理上の問題があることなどから無塗装化は 鉄道会社の経営的には歓迎されるものである。一方で、複数の色で塗り分けたり、明るく鮮烈な色を用いた塗装を施したりするのは、外観のデザイン性を意識したものである。特に優等車両では、錆びることのない材料を車体に使用していても、異常上の理由で塗装を実施することがある。また路線や列車の識別を狙って、路線ごとに異なる色を採用する例もある。 ステンレス車体の車両などでは、ラインカラーのような識別を目的とした塗装の代わりに、帯状のステッカーやフィルムの調布で変えることがある。これにより、それまでの塗装では困難であった多色の使用などが可能となった。またこうした技術を利用して、車体全体に広告などを実施したラッピング車両が実現された。鉄道車両の新規の製造のための企画は、 新規の路線改良、列車の増発、電化や高速化などの輸送改善に伴う置き換え、老朽化した車両の置き換えなどの理由で行われる。鉄道車両は自動車に比べて対応年数が長く30年から40年程度使用することも珍しくないため、長期的な計画に基づいて心臓計画が立てられる。必要となる車両数は 投入を予定している路線の列車ダイヤや既存の車両の廃車の進行予定を検討しながら決定される。鉄道車両メーカーの生産能力は限られているため一度に大量生産することはできず、複数年にわたって継続的に発注が行われることが一般的である。短期間に大量に生産すると製造単価を引き下げることができるが、 その車両の更新時期が一度にやってくるという問題もある。どのような車両を製造するかは、その車両の用途、輸送改善の必要性、鉄道会社のイメージアップ、経営の合理化など様々な要素を考慮して決定される。特急列車用のような看板車両では、性能とともにイメージアップの要素に注意が払われ、通勤列車用の車両では、コストダウンに重点が置かれる。 特殊な設計の車両を少数導入することは申請、保守の費用の点から好ましくなく同じ設計の車両をある程度まとまった数導入できるように考慮する必要がある。費用の削減をより推し進めるために鉄道会社やメーカーを超えてできるだけ共通化した設計を導入する標準化、企画化の動きもある。どのような車両を申請するかの方針が決まると 具体的な設計が行われる。誰が設計を行うかは国や鉄道事業者に応じてまた時代によっても異なっている。鉄道の始まった初期には車両メーカーと鉄道事業者は未分化で鉄道事業者自体が申請車両の設計を行い部内の工場で製作していた。特にイギリスの鉄道は部内の工場で設計から製造まで一貫して行うことが主流であった。 鉄道事業者内部で設計、製造を担当する最高責任者は、多くの事業者で、技士長、あるいは機関車観察方と呼ばれ、技師長が責任を負って、機関車の設計、製造を監督していた。一方、鉄道会社とは、独立した鉄道車両メーカーも存在する。この場合、設計を行うのは、鉄道車両メーカーである場合と、鉄道事業者である場合がある。 日本やドイツなどでは鉄道事業者が車両メーカーと共同で設計を行い発注することで少数の形式を量産する形態を採用していたアメリカでは蒸気機関車の時代には鉄道会社が設計したものを車両メーカーに発注して製造させていたがディーゼル機関車の時代になるとメーカーが設計したラインナップから選択する形となったイギリスやフランスなどでは ディーゼル機関車の時代になると、メーカーが設計したものを購入していたため、多くの形式が見られるようになった。すでに製造されている車両のマイナーチェンジ程度であれば、比較的早く設計から製造に移ることができる。全くの新形式を一から設計する場合には1年半程度の設計、試作期間を費やし、その後1年程度試作車両の試運転で問題点の洗い出しをし、 さらに1年程度費やして修正設計と量産化というスケジュールが一般的である。機関車の場合で一形式につき2000枚を超える図面が作られる。鉄道車両は複雑な構成をしているため車両のすべてをメーカーで直接製造することはなく多くの部品を部品メーカーから購入して取り付ける。時には廃車、解体された車両から取り外された部品を転用する。 こともあり、そうした車両から回収された部品のことを、廃車発生品と呼ぶ。車両価格のおよそ半分が、部品購入費である。鉄道車両の製作に要する時間は車種によって異なり、設計が完了した後、機関車で8ヶ月程度、電車、機動車で6ヶ月程度、客家車で3ヶ月程度とされている。鉄道車両の製造は、 自動車のように同じ車両を量産するわけではなく、様々に、仕様の異なる車両を作り分ける、多品種少量生産を特徴としている。また、アメリカにおけるディーゼル機関車のような例を除けば、基本的に受注生産である。こうしたこともあり、製造に関する作業の自動化は容易ではなく、組み立て工程の多くは、現代においても労働集約的な作業となっている。多くの国で、 鉄道事業者と車両メーカー、部品メーカーは強い関係があり、技術開発や使用実績のフィードバックなどで協力関係にある。国内産業保護のために国外の車両メーカーに発注する際にも国内での最終組み立てを義務付けたり、部品の購入を義務付けたりする。完成した鉄道車両はメーカーの工場から実際に使用される場所まで、 車両輸送が行われる。車両には車輪がついていることもあり、線路がつながっていれば、機関車で牽引して輸送することがある。他に、線路を自力で走行していく事例もあれば、トレーラーや船などによる輸送も行われる。空輸された事例もある。投入される路線に到着した新しい車両は、入念な検査と試運転が行われる。近年の車両では、インバータなどの機器から出る。 電磁波によって他の装置が誘導障害を起こすことがあるため、車載機器と線路側の機器の相互運用性が慎重に確認される。並行して、その路線を担当している運転士や車掌をはじめとする乗務員の新型車両に対する訓練も行われる。試運転や訓練が完了して使用可能になった鉄道車両は運用に投入されることで、 実際の営業運転での使用が開始される。鉄道運行計画では、車両運用という形で車両の使用計画が立てられている。A 駅から C 駅まで運行した後折り返し B 駅まで走るというような計画が立てられており、そうした計画に対して実際のどの編成を充当するかが決められている。車両が1日に走行する距離は、 電気機関車で約 400km、電車や、機動車で約 500km、新幹線のような高速鉄道で約 1200km とされている。運用についている間、鉄道車両は定期的に検査を受けることになる。初期には劣化の進行を監視して、修理が必要になった時に取り替える方式であったが、結果的に故障してから取り替えることも多く、事後保守方式となっていた。 そうした経験を積み重ねるにつれ、劣化を予測して定期的に検査を行う方式が採用されるようになり、予防保守方式となっていった。部品ごとに劣化の進行の程度と故障した場合の重要性などを評価して、検査周期を定めて実施している。保守費用は鉄道の経費に占める割合が高いために部品の信頼性が向上するにつれて、 検査周期を長くするが実施され、経費削減に効果を上げている。ある車両が検査に入っている間、代わりに運用につく車両として、予備車が用意されている。検査のダイソーだけではなく事故、故障が起きて、急遽修理に回された車両のダイソーや、臨時列車の運行にも使用される。大きな鉄道事業者で複数の路線、車両基地を保有している時には、路線、 車両基地間で車両の転属が行われることがある。また事業者を超えて中古車両として譲渡されることもある。こうした場合には合わせて改造が行われることもある。鉄道車両が使用されている間に様々な改造が行われることがある。腐食した部品の交換や内外装のリフォーム、装備する機器類の交換、中間車を先頭車にあるいはその逆にする改造などがある。 内装の更新については、アコモデーション改善、略してアコモ改善と呼ばれる。台車や台枠を流用して新たな車体を作り直すということもあり、車体更新と呼ばれる。なお、この際改造の元ととなる車両のことを種車と呼ぶ。鉄道車両の対応年数は車種によってまちまちで、あるが事故や災害などで使用不能になるケースを除くと、 概ね在来線車両で20から30年程度、高速運転を行う、新幹線車両は十数年程度である。鉄道車両としての登録から削除することを廃車と言う。車両の対応年数を決定する要素としては、物理的名数、経済的名数、陳腐的名数の3つがある。物理的名数は、車両を構成する重要部品が、 物理的に使用に耐えなくなる限界を指し、主に大枠や構え体の対応年数によって決定される。経済的名数は老朽化に伴って故障が増え、修繕費が増加して、新型車両に置き換えた方が安くなる年数を指す。陳腐的名数は時代の変化やより、新型の車両の投入などにより古い車両が時代遅れになることによる対応年数を指す。 近年では陳腐的名数による対応年数の決定が主である。廃車になった車両は多くの場合解体処分される。解体処分には主要機器を取り外して構え体を溶断、切断していく方法と重機などにより叩き壊して解体する方法がある。1990年代以降では車体などの金属をリサイクルして新型車両に使う例もあり、また、 車両廃車後のリサイクル率を高められるように設計する車両もあるなど解体後の活用法まで踏まえた指針も多くなっている一部の価値が認められた車両は保存鉄道で胴体保存が行われたり公園や博物館車両基地などで生態保存が行われることもある日本の鉄道車両はこれまでエクアンケンジ岡部のりやき奥山清行 川西康幸、黒岩康美、東、秀夫、瀬島和代、星明、三戸岡英治、山本関西、若林博之といったデザイナーによりデザインされた車両も存在する。世界で最も鉄道車両生産額が大きい企業は中国の中国駐車である。21世紀初頭時点では、カナダのボンバルディア・トランスポーテーション、フランスのアルストム、 ドイツのシーメンスが三大鉄道車両メーカーと称され、この三社で全体の約半分のシェアを持っていた。しかしその後の変動により、中国の中国北車と中国南車が1位と2位を占めるようになり、両車が合併して中国中車となった。一方でシーメンスは世界7位に転落した。2012年時点での鉄道車両新車生産額は1位。 中国北社、2位中国南社、3位、ボンバルディアトランスポーテーション、4位、アルストム、5位、ウラルワゴンマーシュ、6位、シュタドラーレール、7位、シーメンスの順であった。ボンバルディアは、カナダの会社であるが、鉄道車両製造部門のボンバルディア、トランスポーテーションは、ドイツのベルリンに本社を置いており、ヨーロッパでの従業員や売上の比率が高く、実質的に、 ヨーロッパの企業である。2000年から2004年時点での統計では、世界市場におけるシェアは、首位のボンバルディアが21%、2位のアルストムが17%、3位のシーメンスが15%で、この他に、アメリカの GE トランスポーテーションシステムが7%、同じくアメリカのゼネラルモーターズが4%、イタリアのアンサルドブレーダーが4%などであった。 ただしこの数値は、鉄道車両以外の鉄道システム部門の数値を含んでいる。1999年から2000年にかけての統計では、全世界での鉄道車両生産額は約25億ユーロであった。このうち、ヨーロッパが約60%、アジア太平洋が20%、北、アメリカが18%、南アメリカが2%と、 鉄道車両を購入している市場の面でもヨーロッパが過半を占めている。2001年時点で全世界に電気機関車は約2万7千両、ディーゼル機関車は約8万6千両、旅客車は約18万両、貨車は約380万両存在している。合併や倒産で現存していないものを含む鉄道車両メーカーの一覧については、 鉄道車両の製造メーカー一覧を参照。ありがとうございます。